これ正直段取りというよりも俺今倒したらいいから。また来たな。この星段取り悪いもの生き残れない。葉っぱ生やして生き返す。お前に彼らが救えるかどうかは段取りバトルで見極めてやる。これオリマ悪いことしてるっていうように見えてるけど、頑張って、あの救助者を生かそうとしてるんだよね。今度は一つルールを追加して勝負だ。そういうことだよね。流れを見極める、とても大事。物の価値すぐ変わる。その時価値の高いものはプレミア品になる。プレミア品運ぶとポイント倍増、段取りに差をつけられる。あ、そうなんだ。了解。あ、氷じゃん。チャッピー、ドチャッピーか。運んでこい。こっちこっち。違う、こっち。何してんの。行くぞー。え、お前なんで運んでないの。ちょっと待ってね、プレミア品めっちゃいるから。3で3で、あと1匹か。おら、よし。相手への嫌がらせ成功。コチャッピーがずっとプレミア品だから、運ばせるな。プレミア品うまい。ストップ、戻ってこい。イチゴもオッケーだね。あ、待って、食われた。なんで俺らの方しか狙われねえの。まだまだ勝負は分からない。よし。おい、そろそろ氷ピクミン増やしたいんだけど。プレミア品あるね。3つ。落ち。あ、待って、こっちにストップ。戻ってこい。これ奪ってやる。で、氷ピクミンを戻して、1匹でいけるでしょ、これが。3匹。あ、プレミア品あるね。ちょっとスマホがうるせえ。最後に勝つのは私だ。させねえよ。ナイス、オッチン。よく奪ってきた。
レミア編回収成功ですね。ああ同じか。ありがとう、もらうわ。キッチンがやられる。くっそ。ダメだ、戻れねえ。こんだけ差があれば楽勝勝ち。オッケー。105対44。ウィーン。今回も素晴らしい段取りだった。あとは任せた。あとは任せたってどういうこと？ああ、こいつな。じゃあ、いただいていくわ、こいつ。あ、またどこか行ってしまった。でも、遭難者は無事取り返せましたね。見事な勝利でしたよ。よし。歯車、オッチに遭難者はビーグル号まで運ぶんだ。待って、ちょっと無理がある。待って、あそこ、あるね。待って、ここならワンチャン間に合う。拠点移して、全部しまって、オッケー。この人たちは一体何のために葉っぱ人にされるんでしょうか。データが読み取りませんでしたね。オッケーオッケー。 ID 情報は読み取りません。とりあえず連れて帰ってきてください。まだお宝の反応あるな。結局あれか、救助者がお宝って反応か。救助した人、フリーゼ、カイ、ハテナハテナハテナ。集めたキラキラエネルギー。おたんこの実、お前拾ってたな、そういえば。見かけ魂、記憶の1ピース左側。ビヨンドイノセンス、考えさせる人、星そっくり、ホイッスルガン。運試しストーン、近海、原生生物。調整率結構進んだね。74%。ところで、コリーはどうした？そんなにいろいろなことができるんだな。どうしてか。いや、そんなことはないですけど。学費を稼ぐためにコロニーの外壁を清掃したり、徹夜で宇宙船を組み立てたり、それから宇宙ゴミの回収とか、とにかくいろいろなアルバイトをやってきましたから。すごいな。なるほど、苦労していたんだな。いやいや、今に比べたらどれも大した苦労じゃありませんよ。そうか。なんだかすまないな。そう思うんだったら、もうちょっとね、雑用を減らしてあげてほしいな。まあ、コリー優秀だからね。頼っちゃう気持ちはわかる。探索24日目。よし、今日はね、この辺で終わっとこうか。一応ね、今日で、全ピクミンが揃ったね。数は少ないし、オニオンはまだ3つしかないけど、氷、岩、羽、紫、白と、それ以外のピクミンも、一応は手に入ったから、
やりたいことはいろいろできるんじゃない？もうこれで全部。次は、そうだね。今が、浜辺の方が、調査率がもう進んでて、あと段取りとかするだけでよかったはずだから、救助者多分ね、救ったら、常薙の浜辺は 100% なるんじゃないかな。お宝はだってもう全部回収してるから。私段取りとか全部やって、段取りとか全部やって100になったら、花吹雪の楽園全部やろうか。俺がそれを覚えてたらそれでいくわ。ということで、今日はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。感想、コメントもお待ちしております。それでは、ありがとうございました。